丽安娜，就过了很多很多剧情之后会成长很多的那种。動物の生態について天生設定就是年轻的时候很嘴。野外での戦いで野生動物とって、あ、はい。だから、でも私は、ああ、もう、あんたの態度ってまるで自分がまさか本当にそう思ってるんです。でもじゃありません。あなたが何か深刻な事情を抱えている事情の深刻さなら。リシティアス、私だけじゃない。だからこそ、ま、できることをそうしないと。リシティアス、私羨ましいってことは、はい、今この瞬間が、はい、よろしい。まずは動物のくかわいいね。あれはラファエルさん？そうか、肉も食え。って普通の肉は無理か。おめえなら虫だな。虫の肉を食え。甘えもんばっかりじゃ力出ねえからよ。話してるのは、お、マリアンヌさん。この鳥がマリアンヌさんに会えねえって寂しい。ああ、行っちまった。そ、なあ、なんで鳥は人が増えると鬼子で、一人の時しか鳥と何。小さな鳥ほど警戒心が強いので、大きな音を聞く。そうか。おっと、こういうこれくらいの声なら、おめえと一緒に一歩出よう。まだ言葉を話。え、だってさっき。おでがずっと喋ってただけだぞ。あいつらの話すことはわからねえし。マリアンヌさんならどの鳥が言葉を話だから見つけた時には。どうしよう。他们的剧情真的很好玩。手伝ってくれてありがとう。あの医務室。ほら、まだあったの。これ包帯とか軽いもの。ああ、重たい薬液とかはさっき。ってことはそれで最後だと思うわ。もう少し早く来てくれれば。すみません、謝らなくてもいいんだけど。あの何って、あっちに薬液の瓶を並べた棚があるから。はい、わかりました。あ、マリアヌちゃん、すみません。あ、ちょっと包帯はまだいいから、まずは棚の中の瓶を。はい。あ、うわ、包帯が。結局私が全部やっちゃったわ。すみません、本当に私何もできなくて。もういいわ、お菓子で手を打ってあげ。お菓子、はあ、真面目で器用そうなのに、なんかそのちぐはぐさのせいで。すみません。哇，这粉毛人很好嘛。过，你看是不是？我的世界线里面有过，但不是现在。刚不是有一把那个吗？
这个银弓。知道等级不够，干的。等初级啊，我有个任务要解，顺便把大家等级拉到20好了，这样说不定还有些人可以上高阶职业。我看，现在看不到等级，21、20、18、17、18、18、18，对啊，怎么把大家等级拉到20啊？然后再看下一轮能不能够。转等，而是我没有上级考试准考证，那是不是要在后期一点的剧情才会给？努力精进自己。哇，这个任务等级就有7了。你没办法，这东西练了。奔奔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 奔可是这样子，我的副官是不是就不能摆啊？因为他变成那个，哎，还是可以欸。他们跟我说他妈步行要一样的吗？过了拉下一通去拉就好了。有弓啊，没有弓，一级。立ち塞がる者はみんなぶっ倒す。これが私の生き方だ。私ですか？さあどうするんだ？お手に行かせてくれよ。私ですか？ごめんね。填一点经验值。私に任せてください。麻烦死了，这选挤在一坨。我没，痛かった。他怎么自己抓起来？我们一般的烂屌剑，我铁剑。勝ちだな。血がたぎるね。
助かっちゃうな。十九。变这个好慢。攻击这么大，可是确定不太起来。前线都先把人家劈死。再上来补血。哎呦，这么好，一刚好可以让我整住我。耶，十八等。继续练，快了快了，我就最多在两场就全员二十了。全员二十可把下一个主线的地图打完，今天就差不多了吧。
ふさがる者はみんなぶっ倒す。私ですか。お手に行かせてくれよ。私ですか。我直接叫他去前面树，看谁敢打我。さあどうするんだ。引きこもっていたい人生だったのに。生きた。よし。どれや。飞马战神ね。はい、直接把你炸死。私を侮るからです。お、干、这个好帅。当然の勝利でしょうね。他这个魔法后跳。这边怎么练比较好呢？总之还是先漱一口吧。然后这边给他修起来。努力の量が違いますか？这里直接走就好了。十九啦，开心。呀，卡多利奴就没差，只是纯粹要拉等级，他其实是没有必要，没有必要升级。私の勝ちでいいよな。ここで手こずってる場合じゃないんだ。耶、レオニー二十啊。まだ。ね。その程度。血だらけだよ。これが私の生き方だ。死。死。是，哎呀，这边那么多法师哦，他妈再白目一点。我要揍死你！悪いな、手加減できなくてよ。月神集团魔法流。この状況なら。抓起来了。可怜。哎、欸，这个树不死的、欸，我树不起。先把那个好了，先把魔法的劈死。こっちにも引けない理由があるんでね。那这个怎么办？这个输不起，加减速啊。哦，先走喽。啊，一代。可以了，可以速了。哦，这个
神经到底。ざっとこんなもんです。Nice。好，下一场就可以二十等了，有感。是那个乡村地形就好了。哦，这个没有比较好，干。这分左右两边打的，嗯，其实还可以，其实还可以。二十等了。这样有点尴尬哎。私に任せてください。どいてください。およ、霸气。直接炸死。魔神一级三小。すごいです。那雄雄杰魔神一级。由自己发攻击是魔力加流，好屌、哦！我操！我操！魔神一级，まだまだ、どーんと来いだ。思っていた一人生だったのに。立ちふさがる者はみんなぶっ倒す。こっちにも引けない理由があるんでね。あれ。哦，这个回避回旋踢帅的。哦。谁来砍我就烧谁。当然の勝利でしょうね。鍛え方がちげえんだ。厳しい戦いになるかも。すみません。その程度。金坏，完了，要卡多无双，来一个砍一个，直接跳到二十等。哇，加六好爽。蹭一点经验值，没敌人嘞，那就发呆了。那就是赶过去先。
熊肉组，感谢。啊！讨厌。去哪里，大哥？我看得到大家的等级剩多少吗？我这样。哇，三七，可惜。鬼神一击！哎，什么东西？我的东西全灭了，太难过了吧！鬼神！哎，二十等，刚刚好，削翻。二八二七，没办法哎，这个比较难练一点头。威力42 4236，给来个暗黑冲击。好了，可以直接打努力精进自己，让大家的等级拉起来了。拿一些小鸡鸡攻击，把打不打死。焦らず戦おう。私に任せてください。お手に行かせてくれよ。你旋之路加減するか。経験四騎一擊。あら、やりますね。私ですか。思っていたい人生だったのに。さあ、どうするんだ。那你怎么开始用暗黑冲击踢在人家，在操人家？我直接用我的高阶法术不断的操杂兵呢，不好吧？啊！
悪いな、手加減できなくてよ。やっ、もう本気出しちゃったじゃない。这敌人剑子太少了，升不起来。啊！你怎么把他捅死了，雷欧尼？你又把人家捅死了，雷欧尼！啊，干哪里怎么又暴击？打我都好说，哎，一，20啦耶、yeah 欸、好烂，空手格斗。干，我觉得要 一下一个了，别小力点啊！啊！别了，我的那筋肉。好了，算了啦，至少这个还可以靠这个升高的时代。我是強いの。耶！他加二，操了。MVP。好，成功。あら、ありがとうございます。除了希尔打以外都二十了，还可以。ありがとうございます。感謝です。哎，这是大家没干净的、啊。这二二而且大家都没干净啊，随便练吧。把枪升一升。
perfect. Hey, 快要 A 加嘞。就感冒，一上班就肠胃炎。谢大哥，不客气不客气，你就再加油吧。可，你，哇，全员无干劲。这个要干嘛？哦，你其实蛮强的呢。没什么特色，又不太讨喜，不过还蛮强的啊，能力。先生，你要成为暗杀者，那有什么问题？随便啊，做你想做的。古纳兹的情况，你啊，我真的没有兴趣了。随便你，你喜欢就好了。卡多利努，嘿，你说。なんでレア様は、あんたなんか特別体格も平凡だし、特別まああんたが腕のいい傭兵、それはシャミアのやつだって同じだ。けどそもそもだ、騎士団じゃなく教師に抜擢され。わからん。レア様のお考えが天帝の剣だってちょっと使えたからって簡単に預けていい伝説の遺産だぞ。やっぱりあれか、セイロス騎士団の元だ。私が入団した頃にはもう抜けて。おいおい、あ、怪人ジェラルトといやフォドラで知らない。もしもあんたが単なる親の名前、レア様に限ってはそんな理由であんたを。あんた、なんか隠し事があんだろ。決めた。私は、それが、私にも真似できることなら、万が一悪どいことをしてたんなら、あん。想斗剑。この。哦，哇！信仰 A 呀、啊，进步はしているよ。飞光，飞光是什么？よくやってくれた。感謝する。感謝する。今天就回点干劲吧，有事喽。哎、欸，这应该就是综合格斗加格斗 A 哦！天哪 ，Deep Dark， 哈哈哈，任天堂品味，二七趴 ，Deep Dark Fantasy， 哦，你可以进那个术士65趴 ，Eason Star。哦、直接完美进主教，不跟你演了。那十九个，这叫进勇士，人家辅 A， 天哪！哦，难道雷欧尼也可以进圣骑士了？那我呢？我还是一样废。我怎么那么废 ？B B， 哈哈哈哈哈！到底现在是怎样啊 ？C C C， 也没有 C 加 C 加，就是 C C 而已。C C， 好了，就让玛丽安努先上主教再说了。哎呀，他最上级还可以上吗？
神圣骑士吧，白魔法的骑士。哦，我看码数要 A， 天哪！枪械信仰 B 加码数 A， 这是法师耶，理学信仰都要 A 哦，哎，我哪一个比较好？暗骑士。黑魔法骑士，也是枪术，真神奇耶！哦，弓骑兵又可以给那个库洛德走。英勇骑士，哎呦，这个感觉蛮强的，这个可以给那个走。墓志铭，魔法剑士，哇操，原来他妈是就全，快还要更快。原来是剑 A 里学 B， 干，早知道我练这个了，鸡掰，我不知道这个，看你妈有四把，到底是可以多慢呢？来不及了，啊，之后吧，来不及了，圣飞马骑士，啊，我练没有你可以走这一条，圣飞马骑士，圣飞马骑士是什么？剑要 C 而已啊，飞行 B 枪，哎，那可以，他可以走圣飞马骑士，蛮好的。哎呦，可恶，我不知道原来有一个可以背四把剑的职业，难过。我看一下，你现在还救得起来吗？理学只有一，一啊，算了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 。就这样吧，贯彻始终，不然会变四不像。总之，先拉上主角了。玛丽亚，你。主教，其他的话，哎、欸，我还有哎、欸，这个要继续撸吗？终极，继续撸好了，看他能不能上到三十，直接上圣飞嘛。其他人嘞、欸，应该没差吧。哦，对，爱上术士。记录，直上术士，干，我没有准考证，那你发个屁光啊！不知道他的光表示我现在可以去塞。没有，我没有准考证，现在不用买。好吧。那就散个步加那个吧，开始散步，也不用干嘛、啊，现在就吃东西会加比较多吧，吃东西加个干净。你有头绪吗？没有啊，我看起来像是有头绪吗？他妈怎么会知道？没什么特别吗？没有哎、欸，额外加成这个拉菲雷欧尼。好，我现在还有三点，干，可恶，墓志铭，
我现在满脑子都是墓志铭了，真的是很气。这种后期才看得到职业问题就在这里。まだどうぞ。いらっしゃい。まだどうぞ。お目がたっ。慢一点，加好感的，就挖人。也没有慢一点，干你娘买爆。いらっしゃいませ。こちらでよろしあれこちらでよあれこちらであれがこちらでよあれこちらでよろあれこちらでよろありがとうこちらでよあれこちらでありがとうございますこちらでこちらでありがとうございますありがとうございます神秘的大傻逼！そうだな。哎，是说送他东西，如果送错会有影响吗？拉斐尔真有逼耶！哇！失败。他这个要怎么那个？他到底喜欢什么？没有捡到他的东西过。哎，他会一直跳，好笑。喜欢什么？我还真的是不知道哎。没东西了。哇，这个跳两格。园艺骑马保养武器。追求时髦应该不是他吧？リシテア君、あんたあちこちで女の子に声かけてる。まさか同盟の未来について語りたい。まさかってどういう意味かし。待ちたまえ。コーデリア家のその閉鎖的な今のは私の話でしょう。今の同盟に諸侯同士の傷。私コーデリア家の国力は確かに積極的に外交し働きが諸侯に認めそのためにもグロスタール。はいはい、その日が来たらぜひ。でもさ、同盟のために。そうかな。僕にでき何せ僕は同盟の未来を背負って立つ男だからね。何が未来。他吐槽都好精准，好笑。ローレンツ君。いや、ヒルダさん。
名家の霊場にして美貌も備えている。うんうん、忘れ物を取りにローレンツ君はいつも偉いよね。同盟の未来が僕の双肩にかかっていると。それに僕のような多彩な名士が。そうだね。何か困りごとでもあるのかい？そう、実は私戦うの士官学校に入ったのだって。だし、そうなの。だから次の実戦、私は戦ってる雰囲気だけ出すから。わかった、あらごとは任せてくれない。本当嬉しい。ローレンツ君優しいね。さすが。何、君の分まで敵を倒せば全て僕に任せておきたまえ。さすがローレンツ君。頼み事する。さあお菓子でも食べに行こう。我一直觉得洛莲姿这个角色很讨喜，要不是能练的人不多，我就会带着他一直打，真的很好笑。いつ見ても見惚れるほどの剣。おや、ローレンツ。これは大変な失礼を。見てし、それだけの剣技を得得していると。あんたもしつこいね。確かに。就像机器人大战一样，想练的角色太多，能上场的人太少。剣の本人の才能や努力。我有这个副官就不错，还可以当副官在后面帮忙读。そう。例えば、貴族は紋章を持つ貴族ならばなお、だからこそ力を正しく。その理屈だと平民は、平民が反乱を起こす主なり、平民が幸せに暮らしている、つまり平民の反乱。あんたになら、確かに私はファーガスのカロン家のカサンドラ。カロン家、まさか。まあ世間ではそう言われてるが、それであんたはどう思うんだ？今度僕と手合わせをしてもらいます。剣の中で私を見極めると。羁绊超生。返しに行くのも一苦労。なんだ？なんだ？やっちゃった。リシティアさんか。こりゃ派手にぶちまけたな。原罪。拾うの手伝ってくれてある。こんな重い荷物一人で運ぶ。誰かに頼むとか一緒にやってもらうとか。だって私が借りた本でしょ。じゃあせめて半分ずつ分けて。このくらい一人で持てますし、私。おめえ頭はいいのにバカだな。そうやって強がって意志張ってよ。そんで自分が思うようにできなくて結局はドヨーンって落ち。あのそれって私の話？ん？ああ、悪い悪い。頭はいいのに意地っ張りなど。俺は助けてって思ってんだから。この荷物は俺が運ん。はい、不本意です。よし。ちょっと積み方が雑です。もっとこれを奥に詰めてください。他の。なんだ細け。助けたいって言ったのあんたですよね。わかったよ。讨喜的拉斐尔。我的啦，拉斐尔的。拉斐尔，原拉斐尔的日文念法叫拉斐尔。どうしたの？すごい荷物。水晶の小瓶にキラキラの石。あとこれだ。鮮やかなお花、とっても綺麗。あ。もしかしてこれ妹さんへの誕生日の贈り物？ああ、ようやく集まったんだ。おめえが言ってた可愛いもの。へえ。ってちょっと、この花まさかフォドラの喉元で？おう、ひとっ走り行って取ってきた。さすがに疲れたぞ。ひとっ走れる距離じゃないでしょ。それにこの水晶、パルミラさんよね。彫刻がとっても細やか。よく手に入ったわね、こんなの。
おしゃれさんのおめえの言うもんなら間違いねえと思って一生懸命探したんだ。うんうん、妹さんもきっと喜ぶよ。あとは首飾りにするだけね。それなんだけどよ、どうやって作ったらいいかわかんねえんだ。悩んでたら花もしおれてきちまってよ。元気な花はもうこの数本だけなんだ。あちゃ、そういうことか。私が教えてあげてもいいけど失敗する余裕もなさそうね。仕方ない、ここは一肌脱ぎますか。ギルダちゃんが作ってあげるわ。本当か、頼んでもいいのか。たまに自分用に作ったりしてるし、あなたが作るよりはマシじゃないかな。でもお礼はちゃんとしてもらいますからね。わかった、お礼は用意しとくからしっかり頼んだぞ。こんな希少なものをよく揃えたわね。そんなに妹が可愛いのかしら。ほんとお兄ちゃんってバカな生き物ね。うん、あれはラファエル、勉強か。レオニーさんか。どうした。妹から手紙が届いたんだよ。兄ちゃんありがとうって。おいおい、順応って説明してくれ、さっぱりわからん。おで、妹がいるんだよ。今はじいちゃんと一緒に暮らしてるんだ。おでが両親の商売を継がねえって決めてから、あいつにはずーっと苦労かけててよ。もうちょっとわかるように話せって。商売やってた両親が事故で死んじまって、最初はそこそこ蓄えがあったんだけどよ、じいちゃんはもう体力がねえし、俺は頭を使う仕事なんて無理だろ。まあそうだろうな、筋肉だけじゃ儲けは出せないもんな。で、俺は騎士になるために金目のもんを全部売っ払って、その金で学校に来たんだ。へえ、思い切ったもんだね。そりゃ立派な騎士にならないとな。そうなんだ、妹も応援してくれてるんだけどよ、あいつ俺なんかより頭のいいやつでさ、本当はあいつも勉強してるはずなんだ。なのに欲しいものを聞いても全然ねえって言うんだよ。うちが大変なの分かってるから、わがままも言えねえで我慢してるんだ。偉いな。それでさっきの手紙は。この前勉強道具を送ってやったんだ。そしたらあいつ大喜びでよ。そりゃよかったじゃん。だけどその勉強道具はどこで。おでのを譲ったんだ。だってレオニーさんも前に言ってただろ、必要としてくれる人、役立ててくれる人に使ってもらった方が無駄にならねえって。あのな、勉強道具はあんたの必要なものでもあるはずだぞ。まあいいや、あんたの妹が喜びそうなもの、私も探してみるかな。ラフェル剧情真的好玩。ドリア楽しそうだな。音質久しぶりに吹いたな。いい気持ちいい。あ、誰にも聞かれてないよね。人がいないのを見計らって聞いてるのは可愛いお花くらい。
すっごく良かったぞ。花が喋った。しかものぶたい声。いや違うぞ、ベルナデッタさん。お出だよ。ラファエルさん、聞いてました？聞いてましたよね。おお、ちゃんと聞いてたぞ。訓練場まで聞こえてたぞ。うお、とんだお耳汚しを。許す？おめえ、おでに何か。そんなはずありませんもん。ベルを褒めて何をする。まさかおだてて、もっと演奏させて、みんなの前で私を恥ずかしめようと。あ、みんなの前で？それはいいな。うん、みんなに聞かせてやれよ。ああ、やっぱりラファエルさんは恐ろしい人です。それ以上ベルに近づかないでくださいね。なんなんだ。今日はここまでにしようか。痛むとこはないか？カトリーヌさん、それならいいけど。いえ、全く太刀打ちができ不甲斐ないな。私がこれ以上は無駄って言った意味。え、私がもう戦える状態。違うね、体の問題じゃない、心の。もう何をやっても勝てない。あんた、勝てないと思ってたら一生勝てないよ。その通りです。勝負を決めつけるな。絶対に勝てると鷹をくくるのもダメだ。いついかなる時も刹那の判断に集中しろ。ですが紋章も、はあ、それなら私は素手で紋章の力。勝てると思ったらかかってきな。やれやれ、ちょっとやりすぎけど、期待するやつ。まあレオニーならすぐ立ち上がって向かってこられん。墓志铭。我还是会想起我的墓志铭。何ヒルダ、わ、高そうな首飾り、こんなにたくさん。綺麗でしょ。一つあげるわ、気に入ったも。はあ、急になんだよ、選べったって。いいから選んでよ、私があげたいって言って。はあ、なんでこんなに綺麗。まあ、あんたこの前もそんなこと言って。この首飾りが、また例えば。ああ、これ初めて自分で選んだ首飾り。そういうのだよ、首飾りを手に入れた思い出とか。私にはこの首飾りを大切だけど、このお守りには師匠からの教えや。あんたにとってはただの小汚い寄付だだろう。まあ言いたいことは分かって。レオニーちゃん、そんなんつけてても一生モテないわよ。いいんだよ、モテたいなんて思ってないし。強がらなくてもいいから。仕方ない、気持ちを込めて作ったお守りなら身につけてくれるんで。え、まさかあんたがお守りを。レオニーちゃんがモテない人生を送るの黙って見てられないじゃない。そういうの得意だし、すっごく可愛いの。ああ、でも私も気持ち込めて作る。嬉しい。作り方は教えるから、可愛いの作ってよね。可愛いのだよ。ぜ、善処する。可愛い。朝はあんなに晴れてたのに。あ、雷まで鳴り出しましたね。カトリーヌ様、気にすんなって。洗濯物が濡れた時の虚しさは私。うわ、どうした。洗濯物が無事。私が洗濯当番の時に雨が。そんなの偶然だって。なるほど、確かにリシティアの。え、カトリーヌ様までそんな。あんたカロンの紋章を宿してるだろ。はい。いや、なんとなくわかるんだよ。で、大事な場面ではこいつはもしかしたら
カロンの紋章の影響。それって大発見じゃないですか。本当かどうかな。大体私とあんたしか例がないのに。まあそうですが、仮説が立てられた以上は検証しなく、試しに晴れ女か晴れ男を探して選択当番。そりゃいい。